ハニューゆずる、クランプと初コラボ、絵本、ギフト、発売。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。プロフィギュアスケーターのハニューゆずるさんと、ひじりれん、RGVDA、魔法騎士レイヤース、カードキャプター桜などで知られる漫画創作集団、クランプ、クランプが初めてコラボすることが2月13日。 明らかになった。ハブさんが紡いだ言葉とクランプのイラストを掛け合わせた絵本、ギフト、講談社が発売されることになった。東京ドーム、東京都文京区、公園、ギフトを開催するハブさんが、絵本という世界で表現方法を模索する中、クランプにイラストをオファーし、クランプが解諾したという。ハブさんは、今回、ギフトという物語を作るにあたって、いろいろなイメージを持ちながら作ってきました。 そのイメージの中には、一つの絵本として見るギフトという物語も存在していて、そのイメージをクランプ先生に具現化していただけるといいなと思っていました。東京ドームでの公演の世界とは、また違う世界観を感じていただけるような作品です。この作品を通じて、多くの方に違った視点を感じて、楽しんでいただければと思いますとコメント。クランプは、今回のお話をいただいて、本当に驚きました。 ギフトという前人未到の講演とはまた別の、ハブさんが思い描かれたもう一つの、絵本という、ギフトを、少しでもその、その、なく、皆様にお届けするお手伝いができますようにと話している。コメント。ゲーム好きのハブさんらしい発想といえば、そうなんだろうけど絵本にまで。しかも LAMP さんとは驚き。先生方がどうやってハブさんを表現するのか楽しみです。 絵本というのですから当然大人も子供も楽しめる夢のあるものになりそうですね。子供たちに関わる仕事をしていた経験もあるので絵本に飛びつかずにはいられない。ギフトの絵本が出るんですね。しかも CLAMP さん、すごいです。クランプ先生の作品でハブさんにのキャラがいて、もしや、と思っていたのですが、ものすごく手の込んだノッテステラー大賞を着たハブ君人形を持っていらっしゃることがわかり、多分、 いや、絶対にパンと確信しました。笑い、どの作品もでしょうが、ギフトも心を込めて、愛情を込めて、描いてくださると思います。絶対に買います。楽しみです。良いですね。クランプ先生の、ひじり伝の短美な世界観で、水色と青と白と銀色で表現されたらぴったりかなでも、それ以上の良い意味での予想外なものが出来上がるんでしょうね。楽しみ。これはまた予想外すぎる豪華コラボ。 ハブ戦士の紡ぐ物語と、先生方の独特の世界観の科学反応を楽しみにしたい。最高です。惜しい。最近 YouTube でマジックナイトレイヤー住み終わって寂しかったところです。